はい、ということでやってきました。パパがなぜ17日間ずっとひげを伸ばし続けてきたのか。はい、パイレーツナイトだからです。はい、はい、なので必要なのはこの上のひげとこの口の下のひげだけ、うん、ここはね、つけひげあるんでここいらないですので、はい、今から剃ります。うわぁ、はい、ということで準備できました。ジャック・ノリローです。やってきました、パイレーツナイト。ちょっとやりすぎちゃったかな、パパ。うん、やりすぎた。誰もこんな仮装してる人いないんだけど。うん。It is I, the new caretaker and overseer of this fine vessel. Simply put. Hands, set your ship! Jack Sparrow. Surf like they've heard of it. Aye, and me bones tell me they be hiding the real threat. Archer! Where is he?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  Yes, where is he? I'm sorry, who are we looking for? Jack Sparrow! There should be a captain in there somewhere. Now, kindly unhand me, shipmate. That's right. For me! ということでパイレーツナイト面白かったね。うん、うん、花火が戦場で上がってびっくりした。うん、こんなに上がるんだって。うん、これでパパもね、この帽子のおかげでね、もうほぼ完全版に近くなったね。服がちょっとしょぼいけどね、うん、おかげでね、たくさんのキッズにね間違われました。握手を求められたりね、うん、ニコニコして手振ってくれたりとかして、うん、パパもイメージ崩さないようにこうやってちゃんと返してあげたけど。かなりね、こんなにね、なりきってる人パパ一人でね、びっくりしちゃった。うん、もっといっぱいいると思ってたからさ。確かに。うん、楽しかった。はい。はい、ということで、ディズニークルーズ2日目でした。はい、ということで、今日の動画が面白かったのと気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクもお願いします。はい、そして、ぜひお友達にも教えてあげてください。はい、そして、チャンネル登録もよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。